ハインリヒ・ミューラーはドイツの軍人、親鋭隊員。ゲシタポ局長として第二次世界大戦中のホロコーストの計画と遂行に主導的役割を果たした。最終階級は親鋭隊中将。ミュンヘンに生まれた。父はアロイス・ミューラー。母はその妻アンナ。アロイスは衛星部隊の総長として従軍経験のある庭師だった。 両親ともにカトリックであった。国民学校を出た後、1914年からバイエルン飛行機工場で働いた。第一次世界大戦中の1917年6月に航空隊に志願して入隊。1918年4月から西部戦線で戦い、一級鉄十字章とバイエルン先行十字勲章を受けた。ドイツ敗戦後の1919 19年6月に上隊。 1919年12月からバイエルン州警察本部に補助員として採用された。年初めの共産主義者による決起を鎮圧するのに一役買った。ミュンヘン革命の赤軍による人質の銃撃を経験したことにより共産主義に終生の憎しみを持つようになったという。1929年にバイエルン警察書記官となり警察幹部となる道が開けた。 バイマル共和制時代には彼は中央党やバイエルン人民党に近い立場を取っており、ナチ党員ではなかったが、ミュンヘン警察の政治部を運営している関係上、ハインリヒ・ヒムラーとラインハルト・ハイドリヒを含むナチスの多くのメンバーと知り合った。歴史家リチャード・ J ・エバンスは、ミュラーは義務と訓練を厳格に励行し、課された仕事を軍事作戦のように扱っていたと書いている。 この頃から彼は仕事中読者で全く休暇を取らず、いかなる政治体制を取ろうと関わりなく、ドイツ国家に奉仕しようと決意しており、疑問を持つことなく国家の要求に応じることが、ドイツ人としての義務であると信じていたようだ。ヒムラーの電気作家、ピーター・パドフィールドは、ミュラーの政治への無関心と冷静さ、組織力を取り上げて、典型的な中間管理職と判定している。 同僚や彼を知る人々の間では、その科目さと謎めかしい態度により、スフィンクスと呼ばれていた。左からフランツ・ヨーゼフ・フーバー、アルトゥール・ネーベ、ハインリヒ・ヒムラー、ラインハルト・ハイドーリヒ、ミュラー・ナチスが政権を握った1933年に、新衛隊保安部の長であったハイドーリヒは、ソ連警察制度についての権威者とされていたミュラーと、 その部下たちを組織に勧誘した。1934年に新衛隊に加入したミューラーは急速に地位を向上させ、1939年までには SS 中将に昇進している。1939年9月にゲシュタポトタの警察組織が国家保安本部に統合された時には国家保安本部第4局のチーフであり、 何人かの同性同盟の指導者と区別するために、ゲシュタポ・ミューラーとして知られた。ゲシュタポの長としてミューラーは、1935年までに、ドイツ共産党とドイツ社会民主党の下部組織に潜入して破壊する役割を果たし、ナチス政権の安定化に貢献した。情報機関としては、ビルヘルム・カナリス海軍大将の機関と競合し、コミュニストのスパイ組織、 赤いオーケストラにスパイを潜入させ、偽情報をソ連に流すことに成功する。ヒムラーとゲッペルスの担当分野であった、ユダヤ人政策にも深く関与し、1939年までユダヤ人移住全国本部の所長であった。この地位を引き継いだのが、彼の部下のアドルフ・アイヒマンである。ユダヤ人のホロコーストにおいては、全体計画者であるヒムラーと実施事務を司る。 アイヒマンとの中間の位置を占める。主たる仕事はドイツ国内の警察だが、ユダヤ人移住、絶滅に関わる方針を伝達し、その細部にわたる進行状況、情報をアイヒマンから報告される立場にあった。1941年にアイヒマンにドイツのソ連占領地区を視察させ、1年間でユダヤ人、約140万人を殺害した。 特務機関であるアインザッツグルペンの仕業についての報告を受け取っている。アイヒマンの印象では、ミュラーならば、肉体的絶滅のような野蛮なことは提案しなかっただろうし、アイヒマンの報告はミュラーにはあまり利用されなかったという。おそらく、ソ連攻撃の6月以前に、ヒトラーがユダヤ人の肉体的抹殺を命令したことを知る数、少ない一人であり、ユダヤ人問題の 最終解決を決定した1942年の万税会議にも出席した。1942年5月に、プラハで直接の上司であるハイドリヒが暗殺された件を捜査し、暗殺者の追及に成功したが、カナリスの陰謀を訴訟に持ち込むことをヒムラーに阻止されるなど、ナチス政権における彼の権限はこの頃からやや縮小されつつあった。形成を立て直すため、 ヒムラーのライバルであるマルティン・ボルマンと提携し始めたらしい。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂後に、ミュラーは陰謀者の摘発と逮捕を担当した。この時カナリスを含めて5000人を超える人々が逮捕され、約200人が処刑された。戦争の最終段階であった1944年12月、ミュラーはまだドイツの勝利を確信し、 ナチス指導者の一人にアルデンヌ構成がパリの奪回をもたらすと語っていたという。1945年4月ソ連の赤軍がベルリンを攻撃していた時にミュラーは市中心の総統司令部でヒトラーを囲んでいた中心の一人である。ヒムラーがヒトラーに無断で西側連合国と和議を進めようとした際にヒトラーがミュラーに与えた命令はヒムラーの連絡証拠であり、 愛人エヴァ・ブラウンの議定でもあるヘルマン・ヘーゲラインの逮捕と処刑であった。ハインリヒ・ミュラー・ミュラーが最後にその姿を確認されているのはヒトラーが自殺した直後の1945年5月1日である。ヒトラーの専属パイロットであるハンス・バウアーは、ミュラーが私はロシアのやり方を知っている。捕虜になるつもりはないと言っていたことを覚えていた。 それから消息を絶ったミュラーについて3つの推測が可能である。ベルリン陥落の混乱の中で殺されるか自殺した。これは1972年になるまで遺骨が発見されず、その死を確認できなかったボルマンのケース。ベルリンを脱出して南アメリカに逃亡した。アイヒマンやヨーゼフ・メンゲレのケース。アメリカか旧ソ連に諜報員として雇われた。 これはアメリカに資金を与えられていた西ドイツの大疎長法員ラインハルトゲーレンのケース。この最後の推測については2001年にアメリカで情報自由法が施行されミューラーに関する CIA のファイルが公開されたことによりアメリカがミューラーを利用したという可能性は決定的に否定されたと言える。CIA はむしろミュラーを戦争犯罪者として探索していたのだが SS 中将に同姓同名の人物がいたことが捜索を困難にしていた。捜査員たちはミュラーの戦争中の恋人であったアンナ・シュミットを尋問した際にもミュラーが生存しているという確証を得ることができなかった。1960年のイスラエルによって逮捕されたアイヒマンが裁判でミュラーの南米逃亡を証言したことで 彼の所在に関する興味に改めて火をつけた。アイヒマンへの尋問は新しい情報をもたらさなかったが、その時点でアイヒマンはミュラーの生存を確信していたという。西ドイツ政府は調査を開始し、ミュラーの家族とかつての秘書を監視下に置き、ソ連に雇用された可能性を探ったが、明確な情報は得られなかった。ミュラーが埋葬されたといういくつかの情報は矛盾し、 信頼性に乏しい。その中で、最も興味深い情報源は、元国民突撃隊員のバールター・リューダースの証言で、ある。それによると、ミュラーの遺体は、帝国首相官邸の庭で発見され、SS 召喚であることが確認されており、ソ連占領地域のグローセハンブルガー・シュトラーセにある、ユダヤ人共同墓地に埋葬されたという。 この墓の場所は1961年当時は東ベルリンにあったので西ドイツ政府には調査できなかった。ポーランドの大軍情報員ミハウ・ゴレニフスキーが西側に亡命したことで CIA は刺激されミュラーの調査を再開した。ゴレニフスキーは1948年から1952年まで捕らえられたドイツ人公務員を尋問する職にあった。彼は ミュラーと会ったわけではないが、1950年から1952年の間にソ連がミュラーを捕らえ、モスクワに連れて行ったという情報をソ連の上級監督者から耳にした。CIA はゴレニフスキーとミュラーを統括していたとされる人物を特定しようとしたが果たせず、結局この情報は単なる噂に過ぎなかったと結論した。 1965年に発刊されたハンナー・アーレントのイエルサレムのアイヒマンでは、ミュラーは東ドイツに、ついでアルバニアに雇われたという噂を書き留めている。この間、イスラエルはミュラーの追求を独自に継続しており、1967年に西ドイツ警察はミュラーの妻がいるアパートに侵入していた2名のイスラエル人スパイを逮捕した。なお、イスラエルによる 先般追求は、ユダヤ人作家マイケル・バーズ・オファーチョ、広瀬信弘役、復讐者たちに詳しい。1990年代のソ連崩壊まで、CIA は、もしミューラーが生き残っているなら、ソ連かチェコでかくまわれているという見解をとっていた。しかし旧ソ連の公文書保管所から、ミューラーに関する文書は何一つ発見されていない。 2013年になって、複数の公文書から、第一の推測にある通り、ミュラーの遺体が1945年8月に発見されて、上記のユダヤ人墓地に埋葬されたという記録が、ベルリンのドイツ抵抗運動記念館のヨハネス・トゥヘル所長により、確認された、と報じられた。ゲシュターポ、セフレイクトアウフジュディショムフリーホフインベルリン、ターゲスシュピーゲル、 h t t p w w w t o g a s s p i e g e l で、ベルリン、大フォルシャリーシュゲスタポシェフレイクとアウフ、ジュディショムフリーホフインベルリン、9014562HTML2018 年5月16日、閲覧。ありがとうございます。